おはようございます。おはようございます。じゅんです。今日はゆいちゃんです。お願いします。お願いします。今日はですね、千葉バーディークラブに来ています。頑張ります。大丈夫、顔映ってないよ多分。シャキーン。え、もう70代いけるかもね。190ぐらい。右行けあるから気をつけて。わかりました。もはや飛ばさない作戦でいきます。もはやね、もはや。あ、結構行っちゃっていいのかな、左に。右だわ。もっと行け、右に。木が邪魔。木邪魔ですかね。いや、大丈夫じゃない。ね、思ったよりドローしなかったね。うん、9度なの。そう、私これでもうあの高さなの。すごいね。 10.5 だともう天ぷら、もう天ぷらに近い、本当に。だからティーすっごい低くして打ってたんだけど。ああ、確かに。そう、低かったよね。そう、初めて、初めて会った時は。そうで、もうこれはダメだ、バックスピン量が多すぎる。ああ、そうなんだ。9度であんだけ上がるのすごいね。ね、うんうん、打ち方がね、治んない、癖が。あ、そうなんだ。千葉バーディーです。ここもいつも綺麗よ。いいよね、綺麗だよね。うん、5番ユーティリティ、ハゲハゲのアキラです。ちょっと次回はマジックで塗ってきます。上下しない。届くかな。ちょっと左だったね。まあでも乗りました。125なので、25、8番はちょっと軽めで。うん、左しちゃうよね。うん、あの薄いペラッとしちゃうと全然。あ、そうだね、うん、しっかりドン。そう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 、ペラペラだとさ、もう気持ちが嫌になるよね。そう、あーってな。しっかり打てた方がなんかいいよね。そうそうそう、オーバーでもね。うん、まあ、最後はパターですから。そうですね、何を言っても、何言ってもパターですよ。パターが全てですから。パターが悪いとき私ほんとやばいからね。ほんとにどうしたのみたいな。わかる。もう何やっても入んないんじゃないかと。今日もやめていいみたいな。カップちっちゃいんじゃない。なるね。あ、でも乗ってるね。乗ってる乗ってる。結構奥だ。いいね。いいね。ここはバーディーとか取りに行くとパンチ入っちゃうから。寄せてね。そう、寄せて、寄せて、オッケー。お願いします。ドラインとか見たら余計緊張しちゃうんだろうな。あれ、ほんと多分じゅんちゃんの上、マークの本当に上ぐらいの。外す？いや、私のマークで跳ねた。はい、スパ。
今まである？ないです。いや、そもそもバーディーが取れない。いけるよ。 OK、 頑張れ。ワンボールぐらいじゃないか。そうですね。青木パター純です。出せてたけどね。よかった。左ドッグレッグのミドルホールです。正面バンカー260で入ります。狙い目は花。狙いの黄色い花。じゅんちゃん、ここバーディー取ってイーブンですよ。ドライバーそういうのやっぱしくりそうなの。わかる。大丈夫。耐えてるのかさっきは。振らないっていう。よし、集中。ナイスショー。ちょっと右に行ったね。全然大丈夫。いいとこ。うん、ナイスショー。ありがとうございます。左行きすぎるとピン見えへんから右の方がいい。いいんだ。うん、よし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 。すごいね。めっちゃ飛んだんじゃない今の。木で170標準のセンターまでが、うん、あそこからだと多分160近くはあると思うので。60か。ピンまでだとそう。165。お右に行きます。右にね。やだなこのライ。まあまあまあ、アプローチですね。危なかった。全然綺麗に打てた。打てたね、うん、思い通りのところに行った。残り140で6番を6番で。これも右だね。うん、おーおー、ナイスキック。右向いちゃうよね。そうね。よし、ゴー。よかった、持ってくれ。まあベストはでもね、パワープレーあるかも。うん。え、白から。白からあるかも。これは58で。ナイス。おお。ナイスパー。ありがとうございます。ナイスです。でもなんか手前フックかな。ちょっと待って、カップ周りフックなの。フック。上り。やっぱこうやってやったら分かるもんな。ええ。頑張って届け。いける。いける。
最後な。ああ最後入ったらすごかったね。いや入ったと思ったほんまに、うん、ダイヤモンドだったよ。ボギーです。まあ頑張ったね。前半は2オーバーですね。3パチ。いや今日すごく落ちいいんですけど、まあ、後半がねあと崩れないか心配でございますけど、ゆいちゃんはゆいちゃんも3パチ一緒だよね。落ち着い落ち着きでやっぱね。いや2バーディーはすごいよ。うわびっくりした。そうね、普段バーディー出ないからさ、ありがたい、ありがとうございます。